皆さんこんにちは、犬ぷんチャンネル犬ぷんです。はい、チャンネル登録、そしてツイッター、TikTok のフォロー、いいね、ぜひよろしくお願いします。本日の動画はですね、グッドスマイルカンパニーさんからのスケールフィギュアで中野一花のご紹介をしたいなと思います。で、もうすでに、同じメーカーさんから、ミクちゃんとニノちゃんの発売されていて、そちらの動画もね、以前、私の方で上げてますので、そちらもしよかったらご覧いただければなと思います。今日は、前回ニノちゃんの時と同じなんですけども、どこでお得に買えるかっていうのをですね、ちょっと5店舗絞らせていただきまして、そちらのご紹介をしたいなと思います。なので、これを見た上で、皆さん、ちょっとポチるのは焦らずね、じっくり、考えて、購入の方を検討していただければなと思います。で、まずはじめに簡単に、商品の紹介をしていきたいなと思うんですが、こちらですね。商品名が中野一花デートスタイルバージョン。ことで、メーカーがグッドスマイルカンパニーさん。で、発売時期が2023年10月。で、こちらも、約1年先になりますね。で、サイズが、約全長270ミリということで、30センチ弱なんで、結構大きいですね。あ、そうだそうだ。と、販売ですね。まあ、まず公式の方でもうこれ出てるんで、これが一番、ベースになってくると思うんですけども、2022年9月30日、12時から、2022年11月9日までということで、こちらもね、比較的1ヶ月以上の期間があるかなというところなんで、まあ余裕を持ってね、検討して購入いただけるかなと思います。はい。じゃあ早速もう、価格の方ですね。皆さん一番気になっているところをお話ししていきたいなと思います。まず、公式さんの方は、こちらの方からですね、グッドスマイルオンラインショップ。噛んじゃった。こちらの方から購入できまして、まあ、定価なんですけど、18,800 円。税込み価格となっております。で、これに送料が加わりますので、19,460 円なのかなという形で、購入できる形になっております。まあ、ここはね、最後まで、なんだろ、ギリギリまで、購入受付をしているので、これから紹介するところでもし買いそびれた方はここに行って、最後、買うチャンスがある、残ってるっていうのだけ、ちょっと先に お伝えしておきます。はいはい。では、順を追って、次の店舗さんですね。はい、こちら。アミアミさんですね。アミアミさん。いつも私もお世話になっております。で、こちらの店舗さんが、17% オフ。ということになってまして、税込み価格で 15,600 円となってます。で、こちら送料が全国一律で500円だったかな?かかるので、16,100 円になりますね。税込み価格で。という形で、まあ、比較的お安く購入できるかなと思います。今日ね、どんどんいっちゃいますね。で、続いてが、はい、こちら。ごめんなさい。アニメイトオンラインさんですね。こちらの価格がさっきのアメヤミさんよりちょっと安くなってまして、19% オフ、まあ、20% オフぐらいかなって形になってまして、税込み価格で 15,040 円ということになってます。で、アニメイトさんは、送料がちょっと地域によって分かれてまして、すいません。ちょっと今、この収録中に地震が結構でかいかな。まあなんか大丈夫そうだね。ちょっと続けちゃいますね。はい。で、ごめんなさい。なんだっけ。送料か。送料が地域によって分かれていて、まあ沖縄とか北海道とか、そういったところだとちょっと高くなっちゃうって感じなんですけども、まあ安いのから高いのまでお示ししますと、送料込みで 15,634 円から 15,934 円となっております。まあ、本州が 15,634 円で安い価格で多分、
購入できるかなと思います。で、いつも言ってるんですけども、ここでアニメイトオンラインさんのこれについてちょっと注意点なんですけども、ですね、これアニメイトオンラインさんのオンライン限定の価格なんですよ。で、店舗でじゃあ予約して買っちゃおうかなって思う人いると思うんですけど、店舗だと定価になっちゃうっぽいんですよね。これ私、ミクちゃんの時とか、ね、確認はしてるんで、あくまでオンライン限定での特価になってるということですね。はい、じゃあ続いてですね。続いてが、こちら。ホビーストックさんですね。ホビーストックさんは、先ほどのアニメイトさんと同じ価格ですね。税込み価格が 15,040 円というふうになってまして、前回のニノちゃんの時は私このホビーストックさんで購入させていただいております。で、こちらですね、ホビーストックさん、1万円以上お買い上げで送料が無料になるんですよ。なので、これ送料込みの価格です。っていう意味だと、実はアニメイトさんより安いんですよね。送料のね、そういう落とし穴もあるんで、よくこういうとこね、調査した方がいいかなっていうふうに思います。はい、で、最後ですね。メタルボックスさん。これちょっとね、いろいろとあったお店なんですけども、まあ、ちょっとそれは話長くなっちゃうんで、ちょっと置いときますね。危ないお店、危ないお店っていうか、うん。なんか、詐欺とかなんかそういうあれじゃないんで大丈夫です。で、こちらが、今んとこ最安値なのかな ?26% オフで 13,912 円。これも税込み価格になっています。で、じゃあ気になる送料含めてなんですけども、こちらも送料が、地域によって、変わってきまして、沖縄北海道やっぱりちょっと高くなっちゃうとこなんですけども、まあ、安い価格からいくと、送料込みで 14,572 円から、15,412 円ということになってます。なので、本州とかそういったところでお求めの方は、多分送料込みでもこのメタルボックスさんが一番安いんじゃないかなという気はしてます。で、北海道とか沖縄とかね、そういったところの方だと、ちょっととさっきのホビーストックさんだと、こちら送料無料なんで、もしかしたらこっちの方が安く済むかなっていう感じですね。はい。といったところで、各店舗の金額の方をご紹介させていただきました。で、あとはですね、ちょっと言わせたんですけども、それぞれ各店舗購入制限があります。で、まずこうもう映ってメタルボックスさんだと3個まで。で、ホビーストックさんだと、2個までですね。2個まで。はい。で、アニメイトさんは3個まで。で、アミアミさんも3個までかな。はい。3個までっていうのがあるのかな。公式は、ごめんなさいね。はい。3個までですね。3個が多いですね。で、クオリティ面とかのお話はもう言うまでもないんで、皆さん多分もうツイッターとかでご覧になられていて、もうこのクオリティの凄さとかっていうのはね、もうリアルさとかすごい見られてると思うんで、もう何も言いません。このクオリティでこの価格は本当に安いです。毎度言ってますけど。で、犬分の、二押しの一家がいよいよ登場ということで、もうすぐポチりますよ、すぐ。ね、もう最優先でポチりますよ。はい。はい、で、中野市川推しの方はですね、一番くじとか、他メーカーさんからいろんなスケールフィギュアとか出てくると思うんですけども、これはね、絶対買っといた方がいいかなと思います。この価格でこのクオリティ出せるのはなかなかないと思うんで、ぜひおすすめしたい一品です。はい、ということで本日はグッドスマイルカンパニーさんから発売される中野市川デートスタイルバージョンのスケールフィギュア、こちらのご紹介と価格比較のお話となりました。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録とこの動画が面白いと思ったら、
高評価、そしてぜひコメントの方をいただければなと思います。そして Twitter、TikTok のフォロー、いいねもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。